吸血鬼。人の生き血をすする夜の闇の中でしか生きられない存在。おとぎ話の中だけかと思われていた彼らは実在し、現代日本においても割と問題なく生活していた。そう、なぜなら夜勤で働くことができるから。おはようございます。ドラキュラ夜勤。トラちゃん、お次のシフト表を作ったから確認お願い。ああ、了解です。うち来てもう3年くらいだっけ。トラちゃん、夜勤シフトきっちり入ってくれるから本当助かってるよ。村岡さんこそ働きすぎじゃないですか。フランチャイズのコンビニオーナーはこんなもんだよ。泊まりもザラだから奥さん出てっちゃったんだろうな。え、それ初耳っすけど。3日前にね、娘を置いて。大丈夫ですかそれ。ドラちゃん、検品終わったら上がりだよね。僕も今日は帰れる日だから、よかったらちょっと付き合ってよ。この後か。古い一日と新しい一日の境は季節を問わず午前4時半だと思っている。夏場は単純に東の空が白み始めるし、日の出が遅い冬でもそれくらいの時間で山手線の始発が動き始めるからだ。日頃どんなに遅くなったとしてもその時間には自宅に帰ると決めていたし、実際に帰っていた。だがこの日だけは義理と人情が上回った。なあトラちゃんさ、本当俺みてえになっちゃダメだよ。本当何のために頑張ってきたのかなってさ、泣けてくるっつかさ。村岡さん、それもう今日5回目ですよ。いいじゃねえか、6回でも7回でも聞かせるよ。人には言えない事情で日中のシフトは絶対に入れない虎木由良という男を、このフロントマート池袋東5丁目店の店長村岡さんは深い事情に立ち入らずに雇い入れてくれた。そんな恩人の人生の窮地を見過ごせるはずもなく、とはいえ隣で愚痴聞くくらいしかできないんだよな。トラちゃん、彼女できたらちゃんと気遣ってあげなきゃダメよ。俺はさ。大丈夫ですって、ちょっといろいろすれ違っただけで奥さんも分かってくれますよ。まあ村岡さんワーカーホリックだし、それで娘のあかりちゃんのピアノコンクールすっぽかしちゃったのがきっかけなら奥さんにも十分利があるんだよな。妻がいなくなってからあかりも全然目合わせてくれねえしよ。それはまあ元からだったけどさ。世のお父さんの悲鳴、世知がないな。5時前、まずい、これ以上はさすがにまずい。村岡さんには申し訳ないけど切り上げさせてもらおう。大丈夫っすよ、奥さんも娘さんも分かってくれますって。俺も夜だけだけどできる限り協力しますから。あのすいません、お会計。ここらで時間が限界だ。今日は俺がおごりますから、いつも世話になってるんで。ダメだよ、オーナーだもん、年上だもん、ダメだよ。日の出の予報時刻まであと20分。この時間なら走ればギリギリなんとか。何なんですか。やめて、話してください。じゃない。だが声の主は確実にいる。3分で駆けつけて1分で警察に通報してそのまま逃げよう。どこのどいつだ、こんな気分の乗らねえ朝にバカな真似しやがって。もしもし、もしもし、多分事件です。くそ、マジかよ。今女の人が襲われてます。場所は区役所近くのコインパーキングの裏で。こんな状況、関われば絶対に時間を取られる。通報はした、このまま立ち去るのが最善手だろう。金髪壁眼、外国人か。カモン、
I'm just calling the police! 俺は仲間じゃない。通じるか。ああ。今警察に電話中だって言ったんだよ。その人を話せ。なんだよ。警察だ。警察？おいおい、酔っ払いリーマー、慣れてる出会いじゃないのか？しらけることはすんじゃねえよ。あっ！画面から言ったぞ。悪気はなかったとか、酒の勢いでとかは通用しないご時世ですよ。やばいですよ。うるせえってんだ、おら。やまりこうさんの部長だぞ、おい。つまりお前が一番のクズってことでいいんだな。こいつ、うわっ、おい、走れるなら逃げろ。ちょっと面倒そうで。危ない！邪魔をするなよ！お前、まさか。ずっと我慢してたんだ。でももう無理なんだ。人間の女の血を飲みたいんだよ。そうでないと俺は。こいつ、細い癖して力が強い。肌に触れる空気が、気温が上がってる。朝が来る。暴力よりも、死よりも、それのもたらす面倒が恐ろしい。大丈夫ですか？チャンネル登録よろしくね。